セブンアンプ、アイホールディングス。株式会社セブンアイホールディングス、通称、表記、セブン &IHLDGS は、セブンイレブンジャパン、伊東洋華堂、総合、ソ西部などを参加に持つ日本の大手流通持ち株、会社である。日経225及びトピックスコア30、構成銘柄である。年月現在、同グループの営業利益の 約8割をセブンイレブンによるコンビニ事業が稼いでいる。セブン &IHLDGS は同社と各事業会社を総称するグループ故障としても用いられ、このほか、ポスター、広告などでセブン &I グループ、セブン &I2012 年度にはテレビ CM 等のサウンドロゴやスポンサークレジットではセブン &I とも称することがあった。 日本最大のコンビニエンスストアチェーンのセブンイレブンジャパン、総合スーパーの伊東洋華堂やディスカウントストアのザプライスを運営する伊東洋華堂、百貨店の西部、そごうを運営するそごう、西部、東北地方などを中心に展開するスーパーのヨークベニマルなどを中心とする日本の企業グループである。持ち株会社構えは IY グループと称した。 2019年7月11日、沖縄県にセブンイレブンが初出店したことで、全国47都道府県への小売店舗展開を完了した。以前は、伊藤洋華堂を中核会社とする企業グループであった。しかし、伊藤洋華堂の業績が伸び悩み、業績を立て直す必要があった。一方で、子会社のセブンイレブンジャパンの業績は好調で、セブンイレブンジャパンが、 グループの中心的な存在になっていた。そのため、セブンイレブンジャパンの株価の時価総額が、筆頭株主たる伊東洋華堂を上回る状態となり、いわゆる親孝行会社になった、同社が買収の対象となりやすい状況にあった。ちょうどその頃に、ライブドアによる日本放送買収問題が発生し、日本放送の経営権問題、 敵対的買収への防衛策について注目が集まった。そこで、伊藤洋華堂が、子会社の業績に頼らない経営、及び敵対的買収からの防衛を目的として、持ち株会社制への移行を決定。2005年9月1日、伊藤洋華堂、セブンイレブンジャパン、デニーズジャパンの3社で、持ち株会社、セブンアイホールディングスを株式移転により設立して、 経営統合を行った。この持ち株会社のロゴマークはセブンイレブンのロゴを元にしている。また近年では事業の中核が伊東洋華堂からセブンイレブンジャパンへと移りつつある。2005年株式上場することで敵対的 M&A の標的になることを危惧した西部百貨店社長の和田茂明からセブン &IHLDGS。 社長の鈴木敏文に経営統合が持ちかけられた。鈴木は、二トップ制の台頭、二人三脚の統合を主張したが、和田の側が一部引き、三回利することで合意。2006年1月31日、野村プリンシパルファイナンス株式会社の保有する、株式を買い取り、株式会社ミレニアムリテイリングを国会社化。2006年6月1日には、 株式交換により完全子会社化。これにより、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、デパート、百貨店という既存業態の枠を超えた日本最大で、世界でも屈指の巨大総合流通グループになった。新入社員といえど、世の中の他の新入社員を店頭でお迎えすべき、立場にあるとのポリシーから、通常4月に行われる、新入社員の入社式を3月に行っている。 2012年度には新しい今日があるというスローガンを掲げ、故障をセブンアイ、またはセブンアイグループとした表記は今まで通りセブンアイのままである。故障に関しては2013年度から再びセブンアイに戻されている。持ち株会社としてのセブンアイは株式移転により2005年9月1日に設立。純粋持ち株会社で 事業内容は、コンビニエンスストア事業、スーパーストア事業及び、レストラン事業を中核に、百貨店事業、金融サービス事業及び IT、サービス業等を行う企業グループの企画、管理、運営としている。なお、伊藤洋稼働 SHC、従来の洋稼働はセブンアイ株と、新洋稼働株だけでなく、ヨークマート株と、 セブン,ア,ンアイ生活デザイン研究所株、旧イーグ生活デザイン研究所も保有し、これらの会社も同社の吸収合併によりセブンアイの直接の子会社とした。また、それら以外の株式は信用稼働に承継されている。セブンは以下の7つの主要な事業領域を表す。アイはイノベーション、革新のアイ、アイとアイを表している。 これが公式に発表されているコンセプトだが、グループのロゴのセブンの部分はセブンイレブンのロゴと同一であり、セブンイレブンイトーヨーカドの意味が含まれている。2005年や秋以降は、グループ各店舗の看板が続々とセブンアイのものに変わっているが、一部の事業領域においては、この看板の掛け替えが思わぬマイナス効果を生み出してしまい、 統合前の元の看板に順次戻すか、それに近いデザインに修正するというケースもある。なお、同社は、通常、社名表記に、セブン &IHLDGS を用いる。CM は2018年現在、セブンイレブンが全国展開していることから、全国ネット番組のナショナルスポンサーにつく回数が多くなっている。被害。 集会スポンサーは提供クレジットを表記しない PT 扱いとなっている時が多いが固定スポンサーの場合は基本提供クレジットを表記する。全国番組向けの CM は概ねセブンイレブンの企業イメージ食卓編を放送しイメージソングとしてザタイマーズデイドリームビリーバーを流している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。